おはようございます。スタジオ空間の畑です。というわけでお邪魔しております。はい、スタジオ海、畑田さんでございます。畑田です。よろしくお願いします。ありがとうございます。いや、久しぶりですね。そうですね。はい、久しぶりです。ちょっと飲ませてもらっていいですか？はい、あ、もちろん、どうぞ。すいません、なんか車ですよね。そうなんですよ。はい、カナダさんの見てて、はい、僕も乾杯したいなと思ってたんですけど。はい、ありがとうございます。はい。いや、スタジオで飲むビールがね、一番うまいです。でも言ってましたもんね。それしか言ってない。いや、それもそうですよね。でも、美味しいですよね。なんやかんやで、タラ君、もともと斎藤神戸やったんですか？はい。その頃からなんか話はちょこちょこ聞いてたんですけど。マジですか？はい。ありがとうございます。そこから変わってないですよね、その。なんか、ああ、いろいろ変わってるでしょうけど。はい、側は変わってないです。側は。側は変わってない。はい。もうこれ、もう。タクは変わってません。あ、変わってる。タクとかさ、コントロールサーフェイスはプロコンから C24 になった。でも C24 になったのが確かバインビューズになった時ぐらいかなって感じではありますね。はい。スタジオ海に。スタジオ海になった時に、はい。に、これに書いた記憶がありますね。なるほどね。ムジークのスピーカーとかは、はい、もう昔から。ああ、そうっすよね。で、ベアフットは最近ですね。ああ、いいっすよね、ベアフット。いいですね、はい。あと、だって、シャドウヒルズもあるじゃないですか。そうですね、はい。はい、ここら辺も、スタジオ海になってからですね。うん。サイドコメの時はもう全部なかったので、はい、ここだけでやったので。いや、いいっすよね、でも。どれですか ?31105 じゃなくて。あ、これですか、はい。あ、31105ですよ。あ、そうっすよね。はい。いいなぁ。これがちょうど宮地垣さん出てた時に買わせてもらって。はい、何に使ってます？31105はタム。あ、なるほど。はい。タム類は、ドラム系は結構ニーブで固めてて、うん、奈良のモーグの門川さんが、作られてる。最近ギターも作ってるっすよね。あ、そう。はい、そのスネア、キック系は、スノウェーブライダーの87で固めてて、はい、タム系が31105とフロアは73使ってますね。おー、なるほどな、はい。結構使い分けてるんですね。一応そうですね、はい。ちなみにじゃあシンバルとかは？シンバルがフォーカスライトの828使ってます。ああ、なるほど、なるほど。ただこれはちょっとそろそろ機材入れ替えたなと思ってます。まあ、確かにね、はい、なんか最近のフォーカスライトって、そんなイメージですね。ああ、そうそうなんですね。20年ぐらい前やったら真ん中に。おおって感じなんですけどね。確かにこんなん言ったらね、スポンサーつかないですけど。でも、110いいっすよね。110はいいっすね。あれ、何ですかね。110、何でしたっけあれ。忍ちゃんのやつだったじゃないですか。ああ、こうなってるやつ。はい。はいはいはい、ありましたね。あの辺の感じはいいんですけどね。ここら辺になってくると、ちょっと細さ感じちゃうというか。そうなんですよね。なんか、綺麗なんですけど、うんうん、綺麗な中の、もう一つパンチみたいな、ね。うん、まあ、そうなんですよね。だから、金物には使えるなっていうふうに思ってるんですけど。確かに。それだったらグレーとか、ミレニアとか、こっちにちょっと変えようかなとかちょっと思ったりはしてますけど。確かにですね。ミレニアちょっと聞いてみたいな。ミレニアも割とクリーンなイメージのサウンドでしたね。パンチという意味ではそこまでないかもって感じなんですけど、天井は広く取れるので。うん、あ、じゃああれはどうですか？プエブロはどうですか？どうですか？プエブロオーディオ。今話題の。あ、知らないですか？あ、知らないです。ごめんなさい。なんか買った気がするな。いや、恥ずかしい。勉強不足で。勉強不足です。プエブロオーディオっていうのがなんか今結構人気らしくて、はい、そこそこの値段で、僕も DI しか使ったことないですけど、めっちゃ良かったですね。狙ってるって感じですか？いやー、お金ないっすね。そんなことないでしょ。いや、絶対そんなことないでしょ。全ての無駄に消えていってるんで。あ、はい、なるほど。そういうことですね。納得してしまう。いや、ありがとうございます。そろそろまた飲みに行きたいですね。そうですね。はい。そろそろ、また大阪に出て行って飲みに行けたらいいなと思ったりするんですよね。そういうこと、リッキーカー。ああ、最近やってないですね。もう、はい。確かに。ですしね。だから、ちょっと行きたいなと思ってますけどね。ちょっと情報交換をね。行きたいですね。ですよね。特に福山さん、プロツールズ使えてる、この前飲んだ時、僕飲んだ時は使い始めとかあったんですけど、もう結構しばらく使われてるので、そうですよね。ちょっとなんか裏技とか見つけてたら。いや、この界隈では、あただくんが一番知ってる。いや、そんなことないですよ、そんなことないですよ。いや、もう勉強させてもらってます。そうもないですね、そうもないです。最近原さん、全然アクション起こしてくれないですよね。はい、ああ、その、飲みのってことですか？とかね。はいはいはい。なんかこう、いろんなその会合とかですね。そう確かにそうですよね。結構定期的にあったんですけど。この前会いましたよ。
あ、まじですか。はい。それこそ、バンドのレコーディングの時に、はい、原さんがミックスされるバンドだったので、その時に来ていただいてっていうので、はい。その時に僕やらかしてしまって、あら、ここ、駐車場が、向かいに立中であるんですけど、あ、そこが日付変わったら、はい、縛っちゃうんですよ。ああ、出れないんだ。出れないんですよ。なるほど。でその時に原さんがもう、あの、買い立ての、もう、高い車、高い車で来てはって。ブランディングやから。でそれ乗せてもらえるって話をしてて、はい、で、僕、作業終わってからちょっとしばらく、はい、もうちょっとだけ残ってたんで、はい、ちょっと待っといてもらって、みたいな話をして、はい、で、その時に、話をしながら僕作業してて、作業終わって、てっぺん超える前やったんですけど、はい、そのまま盛り上がっちゃって、12時バーンと超えちゃって、はい、原さんがもう帰れないっていう状況になってしまったって、大阪に帰れないっていう風にことになってしまって、もうその説本当に申し訳ございませんでした。ガゼットのやつでニューヨーク行ってませんでした？行きました、行きました。はい。あれどうやったんですか？あれ話聞きたかったんですよ、そういう。ライブレックスよね。ライブレックス、はい。楽しかったですよ、はい。楽しかったんですけど、自分のその、英語力の力不足がとにかくもう後悔に残ってて、強くて。で、コーディネーターで向こうの現地の日本人の方も入っていただいたんですけど、はい、やっぱりその方に結構頼ることになっちゃって、うん、で、オーディエンスマイク立てるところに関しては、もちろん自分で動かないといけないので、そのコミュニケーションを取っていったんですけど、はい、トラブルがちょっと出ちゃった時があって、うん、で、その時は、やっぱりその向こうの方に任せるしかなくて、その時はもっと言語ツールとして勉強しておくべきだったなっていうのは、思いましたね、うん。でも仕事の内容的には、こっちでやってるのと違いはあったんですか？基本的にはそこまで大きな違いはなかったですね。じゃあ普通にツールス回してみたいな。そうですね。あとめちゃくちゃ違ったのが、はい、機材を向こうでレンタルしたんですけど、はい、普通って日本とかだったら機材が来ました、はい、じゃあありがとうございますって僕らがセッティングするじゃないですか、はい、もう立ち上げまで全部やってくれました、ね、おお、もうじゃあスライチで行ってはいって感じです。です、はい、もう繋がってますみたいな感じの状態でもう渡されてっていう感じだったんでめちゃくちゃ楽でした。すごいな、やっぱちゃうんすね。そこはなんか向こうが多分そのあんまり触らせたくないのかわかんないですけど、うん、でユニオンとかもあるじゃないですか。あ、そうですね。音響とかだったら音響で決戦とかはユニオンに加入してる人間しか触ったらあかんみたいなのがあったりするじゃないですか。なんかこのこういう分け方が違いますもん ね、 なんかね。そうですね、うん、いやそこら辺はなんかあるのかもしれないですけど、うん、なんかもし原さんが見られてたらやっちゃうぞってなったあれなんですけど感覚的なそんな感覚と、うん、あとその仕事内容じゃなくて、はい、一番大きく違ったなと思ったのはオーディエンスのテイクがめちゃくちゃいい。ああ、はい、盛り上がもう、はい、そもそもが違うし全然違う。もうだから言ったら帰ってラフミックスをお渡しするっていう業務もあったんですけど、うん、まあ、当時そのコロナじゃないので、まあ、日本でもその完成とかあったりするんですけど、はい、完成方式とかで結構フェードついたりとか、はい、オーディエンスついたりとかするじゃないですか。もうそんなんしなくてもずっともう同じ一定のボリュームでもう自然にやってくれる。そうっすよね、全然違うっすね。全然、はい、なんなんやろなあれ。かつ A メロとかその静かなところとかでも、はい、こうざわざわ聞こえてるからライブ感がめちゃくちゃあるっていう。日本ってお行儀がいいから、はいはいはい、なんか A メロとかだけ聞くと音源なんかなみたいなのがあるじゃないですか。あるそうです。もうちゃんとざわざわしてるから、うん、空気感がずっと伝わってくるって感じ。ああ、いいですよね。だからそのね、よくヘイのイガリンとかにも言われるんですけど、はい、そのもっともっとこうライブ感でオーディエンス、それね、多分そうやねんなみたいな話です。オーディエンスのテイク。そうなんですよね。で当時言ってたんですよ、その結構前なんですけど、もう毎節入れて、とりあえず今日も下手したらライブレックスするから、もう一生盛り上がっといてくれとか、逆に前振りしといてくれたら、いいの撮れるよとか。それ大事ですよね。大事ですよね。一緒に歌うとかだけじゃなくて。そうなんですよ。うん、もうとにかくこう、そうテンションというか何やろ、楽しみ方がちょっとね、また、あいつらじゃないけど、その、海外の人だっちって、なんか楽しみ方がちゃうっすよね。でも確かにそうですよね。そのなんか別に周り見てこうとかじゃなくて、うんうん、もうてめえでこう勝手に楽しんでるとか。テンション上がったら声上げてるし、歌いたかったら歌ってるし。そうですよね。声出したかったら声出してるし。ね。やっぱ文化の違いなのかな。ですかね。うん、うん、うん。じゃあ、今日ほんまは用意してこようと思ったネタが一つあって、はい、シャドウヒルズマスタリングコンプレッサー、CR ナンバー対決。はいはいはい。怖い。これ CR ナンバーなんぼすか？え、ちょっとわかんないです。ちょっと見てないよ。怖い。え、でも、クーパーさんの長さんの方がずっと若いっすよ。ずっと若いっすよ。宮城の代理店入ってるっていうことは僕の勝ちっすよ。何の勝負だよ。いや、絶対うちの方が若いですよ。だって、僕、これ買う前に、長田さんが、
あのシャドウヒルズのまさにコンピューター入れてるのをしてたものもあるので、長谷さんも持ってはるっていうのもあっての導入もあったので。なるほどなるほど、はい、ありがとうございます。ラブリーもそうですけど。ああ、ラブリー、はい、使ってます。最近使ってないですいや、っていうのもちょっと壊れちゃってて。あ、そうなんですね。で、修理をするか別の、今あの、はい、でも実は向こうのスタジオに置いてあって、ちょっと試してどっちがいいかっていうのを試そうと思ってるんですけど、はい、バールオーディオとあのデンジャラスオーディオをちょっと試してみて。それね、 この間ね、オチ君とそれ一生やってて、僕がそのラブリーやから、はい、オチ君との研究会で、はい、いやめっちゃラブリーいいっすよみたいな話で、うんうん、ちょうどいい話ですわ。その3つプラスもう1個か、ルパートニーズの、オチ君が自分のミックスで比べてたんですよ。はい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 、やっぱラブリーが一番良かった時点でデンジャラスかな。バール、デンジャラスか、デンジャラスかルパートニーブはまあぼちぼち、うんうん、バールはそこまで良くなかった。そうなんですね。噂で聞いた話だったら、そのラブリーの代わりになるものは何かっていう時にバールっていう風なことをちらっと聞いたことがあって、そういう試しようかなと思ったんですよ。まあ結構海外ではなんか人気っすよね、バール。結構使われてますよね、うん。オチ君とその辺なんかデータ送ってもらって比べたら、やっぱラブリーがダントツでしたね、個人的にはね。プラス3使ってます？プラス6とか使ってます？プラス3で使ってます。あ、やっぱり。これはあのちょっとマニアックな話なんですけどソフト サチュレーション。サチュレーション、はい、はい、僕もいつもプラス3使ってて。ですよね。でちょっとあの歪みやすくなっちゃってラブリーが、うん、でそれで一回修理出して帰ってきたんですけど、やっぱりまだちょっと歪みあるなっていうところでリコールができなくなっちゃって、はいはい、それでちょっと今はちょっと使ってない状態なんですよ。わかりますよ。だって僕もあれ今でもちょっとエルちゃん若干調子悪いんですけど。あ、うちもエルです。あ、でしょ、はい、あのザーっていうでしょ。そう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 一緒それね多分治らないです。あの僕一回それで送ったんですよ、はい、あの本国に。はい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 、はい、って半年ぐらいかかったかな。で帰ってきてもうあの96じゃなくて、もともと96やったんですけど、はい、あの MX にもうアップグレードしてもらって。あ、 MX だと大丈夫になりました。いや一緒っすか。あ、一緒っすか。でもまあちょっと暖気してバーって音突っ込んでりゃ治るじゃないですか。はいはい、そうですね。一回行ってまうと大丈夫でそれ諦めました。もうそれでいいやって。あ、でそこで聞いててたまにその音が出たらやり直すっすけど、うんうん、まあやっぱ背に腹は変えられんっていうか、音の方が。まあそうっすよね。そういう意味では初めの暖気と突っ込み具合で、うんうん、あのリザーノイズみたいなのを消すやってしまう。やっぱり全部一緒なんやまだまだ長くなりそうなんでね、話普通にね飲んでる時でも基本的に朝までね。そうですね。そう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 。だから最近だからできてないのがすごく寂しいです。ああ、はい、そうですね。まだぜひ、ね。はい、ぜひぜひ。神戸あたりでできたらいいんですけどね。最高じゃないですか。来てくれるんですか。そんなこんな遠くまで。ああ、なかなか。またじゃあリッキー会とか、ね。ぜひぜひ。はい、はい、ぜひ。原さんも呼んだり。ああ、ぜひですね。あの東京の皆さん、エンジニアの皆さんとかともちょっと交流したいですよ、ね。ああ、ぜひ、はい。はい。あの鎌田さんもこの前言ってありましたけど、はい、あの長さん主体になって開いてくれはったリモート飲み会。ああ、ありましたね。はい、めちゃくちゃ楽しかった。僕途中で先に寝ちゃいましたけど。寝落ちてました。寝落ち。懐かしい。もう限界来てて。もうだってそこでやってたんでしょ。それ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 。いや、その説はイヤホンで聞きながら寝てしまいました。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。楽しくなれば。楽しくなれば。そうですね。はい。みんながハッピーになれば。そうですね。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。